いやー疲れた。行くよ。はい。GO! 元気出てきた。うざ。なんかもう出てきた。そことかすぐだったもんね。うん、いやーもう見たくないからさっさとやろうぜ。よかったよかった本当に。いやーなんかだんだん成長していく自分が憎かった。このゲームで、うん、成長してってるのなんか悔しくない？無理でしょこんなんとか言ってるのにさ、まあ確かにできちゃうんだよ、ね、無理じゃねえじゃんみたいに言われてる感じじゃない？ね、確かにできるでしょみたいな、ちゃんと計算して作ってますから、例に来たらしい。ゲームバランス合ってますから。やっぱ自分の限界決めちゃってるね俺らね、自分で。いやこれ本当あの、うん、ぜひやってください。じゃないと分かんないこのゲームの素晴らしさと、素晴らしさがね、すごいわ、すごいいいゲームですよねこれ。すごいいいゲームだからもうぜひ本当にぜひやっていただきたいよ ね、これはもう名作だね、名作だね。こんないいゲームないよね。ない、うん、なぜ2が出ないかっていう。そう2出たらやんの？いやもうやるよね、ここまで来たら。多分、ね、やるんだ、やるんだ、多分 80% ぐらいまあやるよね。20% やんないね。これもう終わり？終わりだね。ほんとシンプルなステージなんだね、こう見ると。砂漠だから。いやー来たわ、ダイヤモンド砂漠サラダ。おおお、え、おお、全クリだった。おお、終わっちゃった。爆破予定地に着く科学者たちはすでに爆破の準備に向かった。ん、はいはいはい、ここすごい狭いところ通ってるね。おお、エグゼクティブプロデューサー先輩よ、広志山内先輩よ。いやー山内博士一生忘れねえな。山内さんに相当苦しめられました。まあでも6年越しのね、そう6年越しのクリアだもんね、うん、こうなんか心のモヤモヤがようやく解き放たれて、うん、天国に向かうようだよね。ね、成仏できるってことだよ。成仏でき、成仏したよ。6年前の俺らね、うんうん、6年前の俺成仏したね。さまよってたもんね、ここら辺で、うん、いつかあのゲームやんなきゃいけねえんだろうなってモヤモヤして思ってさまよってさ、うん、いろんな人に迷惑かけたと思うんだよね。例えばあの次やるゲーム、うん、まあ俺だったらポケモンブラックホワイトとか。これがあるからできてないまだ。あ、そうなの。俺クリアしないのにポケモンやってる場合じゃないじゃんみたいな問いかけてくんのよ常に。まあいいや、その話は。嬉しいよね、6年越しでクリアできて。そうね、これ爆破予定地って言うけど誰か乗ってなかった？ん、これに、え、普通に普通に。それでええの？大爆発が起こりやがて静かになった。いや都市の真ん中とかそんなになかった。起こった時のことを考えれば大したことではない、復興はすぐに始まる。いやいやいや、ダイヤモンド砂漠でいいでしょ別に。砂漠なんだ。そうなんだ、結局やっぱどっかで爆破させるしかなかったんだ。何これ。しかし静けさは長くは続かなかった、世界は瞬く間にさらされるのである。長い飛行から戻ってきたスペースシャトルが大気圏突入の時に軌道を外してしまった。もはや不時着しかない。緊急着陸用の用地として使われることになった都市はパニック状態である。グズグズしている暇はない。何これ。急いで建物を破壊し着陸用地を確保せよ。きめえ。上級のシャトルがもう見えてきた、頼んだぞ。キモい。空から来んの次。
いや、2が始まったよ。始まったよ。しかもバックラかよ。本当だよ。いいよ、もうバックラは。何3000フィート。高さじゃね ?3000 フィートだよって、あと。何要は。全部だ。着陸予定地だから。全部壊すな。いや周りの芝周りの芝でええやろが。くそー、急に始まるな、しかも。2000フィート。やばい、着実に迫ってきている。いや、周りの芝、ガラガラやん。何この設定。自着すんなよ。いきなり2。うわ、でかいな、ちょっとこれ。終わらねえじゃん。うわ。エンディングトーク返せ。何か。かてえな。うわー、かて。よし。いけんじゃねえか。うわー、1000フィート。いやー、目視できない近さ。最終アプローチ。全部。無理だよ。これまた最初からじゃん、失敗したら。えこの間できんの。えん海行ったね。ええやん、それで。海水に不時着。ええやん。もういいじゃん、許してよ。何これ。50%全部、やっぱ全部か、全部壊さなきゃいけないの。きつっ。もう一回やるか、どれやるか。何これ、何この目。何これ。全部なの。全部ってことですか。いや、バックラにすんなよ。バックラやめてくれやな、せめてな。あ、本当に。そう、あんま、やっぱさっき夢見しだったよ。あの砂漠のクリアは確かに絶望の始まりだったんだよ、お前。ちょっと全貌見るか一回。多分無理だから今回も。どうなってんだこの先は。どのぐらいあんの。なんか右上にオブジェもあった気がするんだよ。これ相当硬いよ。これは、これは硬くはない。これ相当硬い。全貌見る暇もねえじゃん。全貌見る暇もねえじゃん。あ、あー、いる。兄さん、兄さん、兄さん助けてくれいけんじゃん、この時。あ、そうだね。いちいち投げ。くっそ悔しいな。一回一回この不時着見せられるか。いちいち投げ。いいやん、それ。いいやん。兄さんいたわ。兄さん、うん、何兄さん。あの、でんぐり兄さん。でんぐり兄さん、うん、コンソメ。直行しよう。直行しよう。兄さん直行。兄さん直行だわ。大丈夫、それ間に合うのかな。すぐ俺いいよ。いけ。兄さん圧倒的だな。最初から兄さん乗せといてくれ。本当だよ、ほんまに。マリオみたい。余裕だわ。兄さんよかった、本当に。いや、もう助かる。兄さん、ありがとう。いける。間に合う。余裕。余裕。まだ向かい。めっちゃあるな。はまった。やばい。大丈夫かな、時間は。結構あるな。結構ある。よしいけんじゃん。余裕だった。進路どこ。
ど、確かにちょっと大丈夫、あのバックラッシュおぉ余裕じゃん。そこ TNT ある。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺いない、いないね、いないわ。イエーイ、兄さんいるの。なんでよかった、おめでとう。スペースシャトルは一人の怪我人も出さずに無事着陸することができた。ブラストドーザーはまたしても世界を危機から救ったのである。彼らの人気はますます高まり、たくさんの新たな仕事が舞い込んだ。しかし彼らはひとまずバカンスを取ることにした。まだ仕事ある言うとるよ。ね。おう、おう。100%、100%、あ、全部100%なんでね。よかったじゃん。とこの前の前にまたもや大仕事が待っていたんだ。2点3点だな。長年にわたる月面の開発の中で、月面は人間が残していた有害な廃棄物だらけになってしまった。ブラストドーザーのメンバーはこの廃棄物を除去するという危険な任務を請け負うことになったのである。え、月面や、月面宇宙行くの。さっきのスペースシャトルやん。すごいね、これ積んでんの、ドーザーとか全部。バックラッシュだけ置いてけよ。確かにバックラッシュ以外持っていけばいいよ。え、宇宙行くんだ。え、マジで、うわ、月球回ってる。月面、これガガーリンの伏線回収してるよ。ガガーリンの伏線回収してんの。え、ちょっと待って、バックラッシュじゃん。持ってきやがったな、持ってきやがったな、ガガーリン持ってきやがったな。何これ、どうなったの。ちょっと月面シャトル不時着、シャトルステーション、よくわかんない。月面行ってみるか、行ってみるか。長え、6分。なんで時間制限。え、なんか早い、早い。うわぁ、やっぱ無重力だ。早え、早え、重力が早え、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 重力なくなってる。ガガーリン、こういうことだったのか、ね、本当に一歩踏み出すんだよ、ね、すごいわ。地球は青かったわ。ウェーイ、ワンワン、早え、ワンワン、早え、早え。おぉ、何これ、何これ。いや、 やっぱレア車バックラッシュがキモい。うわーい。レア車、これレア車バックラッシュがやばいってこと分かってんのにさ、分かっててしてんだね、やっぱり。そうだよ、作った時にやったって思っただろうよ。これ難しいな、これえぐいな。これ最後の方いっぱいつけちゃう、これみたいな。感じだろ。ちょ何これ難しそう。まだ30分の1だよ、建物壊して。何これ、横じゃん。すごいなこれ、わかんねえこれ。真っすぐしか進まねえし、なんかコンビニじゃん。ジャンピングしてもうじゃん、広いな、しかも。うん、なんカーブできないもん、まっすぐ行っちゃうもん、ほら。本当だ、ベイブレード。無重力だもんね、すごいわ。こんな仕事までやるんだ、ブラストドーザー。ケイ、すげえ無重力が。うお、重力で遊んじゃうねこれ。よいしょ、オッケー、ナイス。こっちの方に固まってるね、固まってるな。うけい、いいね。うわへい。やばい、これ難しそう。あー、オッケー、ラスト、オッケー、オッケー。
たくさんの困難な任務を無事に成功させ、技術と才能を見せつけたブラストドーザーのメンバーはやっとのことでバカンスの時間を持てたのである。バカンスが終わればきっと彼らのところにはたくさんの仕事の依頼が舞い込んでいるであろう。中には軍事作戦の任務もあるだろうが、陸軍にいた時のような無意味な軍事作戦ではなく、はるかに重要な任務ばかりであろう。でもそれらは全て後回しにできる。ともかく仕事はバカンスを終えてからでいい。今はのんびりしてくれ、ブラストどうぞ。しかし、まだまだ金メダルを揃えるという使命があるのだが、全てのステージで金メダルを揃えた時、きっと新しい世界が開かれるであろう。なんかおぉ、これどうすんの。まあこれ昇格してね、最後の昇格かな。おぉチャンピオン今更感がすげえな、チャンピオン。意外といけなくもなさそうだ。ちょっと中学校もうやるか。え、金やんの。やるでしょ金やん。まだ新しい世界開くって言ったじゃん。はいはい、月面月面最後にしよう。あ、なるほどね。まあここら辺できてね。まあでも、ね、そこそこ金やってるけど、なんかちょくちょくあるから、もう練習とかもうここら辺はもう俺ら正直多分余裕だと思う。あ、マジ、うん、だよな。だってあのダイヤモンド砂漠35秒だよ。でも1分縮めなきゃいけないんだまあまあまあ、うん、まあでもいけると思うよ俺。ほんと6分も制限時間あって銀メダル30秒ってどういうことよ。あと10秒よ。そう、ミスったね。3、2、1。まあいけそうでしょこの 3つだけだもん、建物落ち着けばカメラも変えれるしさマジか。全部金にしよう。でもさ、うん、全部金にしてさ、出てきた新しいステージがさ、うん、ダイヤモンドタウンとかさ、うん、ダイヤモンドファクトリーとかさ、うん、全部はやって2つに分かれてたらどうする、うん、線路挟んで、うん、やるしかなくないって言われたんだから。さっきまでなんか、うん、もうやだ終わりだよ、もうダメだもうってずっと言ってたじゃん言ってたよ。ああ、どうしたん急に。でもさ、月とか行けると思わんじゃんでも、もうやめたい、もう絶対無理だ、神様とかいないとか言ってたよ言ってたね。それいいの。確かにな、言ってたよ、あの時は。うん、あの時言いたいじゃん。さっきだよ。次のステージ見てみたいじゃん。35秒か。いけ。あー、これ35秒でしょ。あーか、そうだね、うん、30秒じゃない、金は練習きつ22秒は1回のミスも許されねえな制限時間6分って。どっち？なんか。あと1秒。おお。いけたかと思った今。
何してんの。やっとこいつの練習クリーンやったね。まあ一回切るか、ちょっと一回切っとく。